皆さんこんにちは、国尾です。本日はいよいよ3月30日こぶしファクトリー解散ライブの日なんていうことになっております。最初にイントロダクションで、今日どういう日かということを僕なりの価値観で紹介しましょう。ハロプロのグループ解散ライブというのは実に稀です。過去に僕が経験したのはメロン記念日、そしてキュート、あとまあ入れればチャオベラチンクエッティですよね。これしかないです。その20数年の歴史、21年2年ぐらいの歴史ですかの中で解散ライブというのはなんと4回目だと思います。それぐらい貴重な日で、あと個人的にも思い入れのあるこぶしファクトリーの話、今日は5人僕は YouTube 始めてから喋る5人目、非常にこれは緊張します。浜浦彩乃についてお届けし、3月30日こぶしライブの解散に備えたい、そんな感じでございます。では始めます。浜ちゃんですよ。浜ちゃん、やはり2012年ぐらいになるんだと思います。僕はその頃研修生という、エッグとかそこら辺をメインで聞いてる見てるというシフトではなかったですね。あの当時というとやっぱり面白かったのは、僕はベリキューでモーニング娘。が形変えていくんですよね。それはカラフルキャラクターっていうところのアルバムが大きかったと思いますし、高橋愛ちゃん、やっぱりガキさんが抜けてというタイミングだったですから、なぜかやっぱりそっちの方が当たり前なのかもしれないけど、すごく面白い時期だった気がする、サウンド的にも。でそれで何をこのイントロダクションしてるかというと、時代背景というのがいわゆる浜ちゃんであったり、当時ジュースねなる前のかりんであったりってとこだと思いますけども、何か答えな気がするんですよ。じゃあどんな時代背景だったかっていうところをもう一度いきましょう。スマイレージありましたよね。スマイレージも含めてになるんですけれども、2011年12年っていうのは総じてハローが世の中で苦戦してるように見える年なんですよ。でキュートだけちょっと明るい雰囲気、それも大逆転の明るい雰囲気になっていく足がかりがあったようなのが11年12年だった気がします。でこれって難しい見方になるんですけども、その時に実は後にハロプロ研修生というのが僕の中では一つのマーケットとして成立したと思ってるんですけれども、その一つのマーケットを育てる種を植え、芽をこの開花させていく、言い方下手だねっていうような最初の僕は準備期間だった気がしてるんですね。これはなぜかというと、ご存知でしょう、浜浦彩乃さん含めた2013年から15年ぐらいの時のね、生卵ショーなどですよね。あの頃出ていたメンバーっていうのは恐ろしいほど今のハローのエース級ですよね。僕はこういうふうに考えました。高校野球、大学野球みたいなもの、それに値するようなものを何というか組織の中で中学生までなんかリーグ、リトルリーグみたいなものっていうのを組織化組合化し、一つそこもエンターテインメント化してしまおうっていうことですよね。高校野球は近いかもしれないですね。十分高校野球もエンターテインメント化されているんで、構造として僕はそういうものを一つ成り立たせようというふうにしたのかなというふうに思ってます。ジャニーズジュニアっていう言い方もあるかもしれないですけどね。でそこが漏れなく日の目を浴びる、そういうのが僕2014、15ぐらいだったと思うんですけど、そこまで要は引っ張ったんですよ、かりん浜浦を。アマチュア野球とプロ野球で表現すると、大学野球のギリギリ、社会人野球のギリギリまでなんか引っ張ったんですよね。倒れ込んで峰脇さんとかがね、浜ちゃんには時間がない的な発言されてて面白かったですけど、ちょいちょい交流あるんでね、面白い彼は素晴らしいですね。浜ちゃんっていうとね、こぶし組、特に浜浦彩乃好きだった人たちの顔が思い浮かぶような口にもなっちゃってますけど、ね、まあ、彼も含めて代表されるような浜ちゃんへの思いというのは、デビューがもっと早ければとか、あと拳の中で出し方どうだったのかっていう話、これ好きな人ほどそういう話になりますね。でも僕は浜ちゃんがこぶしファクトリーの中でやってきた功績というところに、スポットを当てて今日はお話したいと思っております。浜ちゃんがね、すごかったところっていうのは、誰よりもセンターな顔でスタートしてる、当たり前なんですけど、こぶしファクトリー用意どんの時にやっぱりもうまたウィークエンドサバイバーの話になるかって話なんだけど、堂々たる主演女優ですよ。まあ可愛かったですよね。ああいうスタートっていうのが切れる人って、まああんまりいないですよ。じゃあ椿だったら誰だったのかとかっていうので答えが出てる気がするんですけど、宮本かりん、浜浦彩乃っていうのはこの10年の中でグループの中ではセンターとしたこの2人じゃないですかね。だからベリキューだってセンターらしいセンターっていたかって話ですから。でその役割というのをもうスタートの段階でしっかりまあ納得させて切れたということですよね。これで十分じゃないですかね。でまあ後に8人組が765となっていく中で、求められるものというのは当然多くなってくるんですよ。でも浜ちゃん自体の、これはもう恐れずだよ、誤解を恐れず言うけど、ちょっとモチベーションのところでグッとスタートだった気はするけども、なんかバッドプロセスだったような印象はあります。まあ、JK 忍者ガールズ、これ舞台も映画もですけれども、全然役割としては良かったと思いますし、まあ、昨今で言うと分かりやすいところで言えばリボーンになると思いますね。なんかちょっと赤ちゃん的な役割というんですか、そういうのを格別に格段になんかハマりますね。うまいっすね。それでちょっとなんか儚い女の子像みたいなのをやらせたら素晴らしいですね。でもじゃあ拳の中ではどういう感じだったかというと、この物言うセンターというかねね、村上的になっちゃいそうですけど、その村上いろいろめんどくさいからこのままにしましょう物を言えるんですよ。少しね、鋭いキレのあるね、怖さみたいなのもあったと思います。これって多分浜ちゃんでしか出せなかったでしょうね。昨日あやパンなんてのも動画ちょっと特集しましたけど、あやパンに物を言えるっていうのは他のメンバー言えないでしょ。でじゃあ浜ちゃんが言ってどうするかってことを言ったら、やっぱこぶしファクトリーのためこういうセンターなんですよね。だから解散になったんでしょうけどね。こぶしファクトリー、うまく例えるとすれば急登なんですかね。5人の急登である道を選ぶという、まあこれはひいて言えば自分のためというよりファンのためみたいなものと、自分の中でのこぶしファクトリーというブランドが4になった場合がしっくりこなかったんでしょうね。これは僕はどっちにも意見は言えないね。本人たちが選んだ道尊重だけだね。まあその引き金があやパンだったのかどうか、その辺は今日はやめておきましょう。でそこで優秀の美を飾るこぶしファクトリーというのを選んだ。まあ早いな、もう少し見たかったな、当然あります。もう少し見たかったなですよ。だけれどもまあこれは本人たちが選んだ道ですから、まあ、33歳で笑顔が若すぎわかんない例えまた来たプロ野球9年で最後13勝5敗の成績なんだけれども、もう自分の思い通りの江川卓ではないとなれば身を引いてしまう、なんかそういう感じかな。なぜ江川を言ったかというと、僕浜ちゃんになんか江川みたいなことを感じるんですね。まあ下手したら大学野球高校野球の時期にピークを迎えたと言われてしまい、プロに入ってからじゃあ1年目から3年目までの成績なんかちょっと異常なんですけど、功績残さなかったってそんなこと全然ないんです。超功績残してるんです。ラーメン大好きですしね。まあそれ今関係ないけど、まあね、ありますから曲も、まあ、それもあるし、こぶしファクトリーの中に浜ちゃんがいないっていうのはありえなかったんですよ。当時の読売巨人軍に江川卓がないもありえなかったんですよ。どんな手を使ってプロになったで、どんな手を、まあどんな手をっておかしいけど、こぶしの場合はまあ浜ちゃんに合わせたわけですよ。当時言えば小林を放出してでもみたいなとこだったんですよ。だから研修生の中でメジャーデビューさせるセンター浜浦彩乃というのを考えて、僕はラインナップ組んだというふうに今からなら見えます。で最後の幕を下ろす時も、その浜浦彩乃が「あ、もう拳ではない」というふうに言った、これが決め手だったと思います。浜ちゃん、僕は声の魅力、これをちょっと届けるの忘れそうなので、必ずこれを届けて動画の終焉に行きたいと思っております。皆さんも今日も忙しいでしょうから。浜ちゃんの声の魅力は、僕は決してボーカリストとして自分が好きなボーカリストのトップから数えてというような雰囲気の子ではなかったと思います。これはだから否定ではなくて、彼女のやっぱりおへその国じゃないですけど、なあみんなみたいなバランスですよね。上に抜けない、真ん中芯がしっかりしてるわけでもない、でもふわっと雰囲気を作れるんですよ。でこれはアイドル歌手としてはバッチリポジションある声です。で他の人が途中から真似ができません。でその声が、まあ、今後もね、本人はモデル、まあ何て言うんですか、そして女優みたいなことをおっしゃってますけど、まあ年に1回ぐらいバースデーであったりとかで歌ってくれるというところで楽しみになっているボーカリストではあるのは間違いないです。浜ちゃんの声で歌ったらどうなるんだろうなって、こぶし組みんな楽しみだったと思う。ねがなるグループ、そしてそこに対応し、アカペラなんていうところでもねバランス保つの必死だったのが最初だったと思いますけど、やっぱり浜浦彩乃という声の魅力、価値というのもね、もう今のこの時点2020年の3月では十分あると思います。僕は彼女のそういう声、あとハローの曲、さまざまバースデーイベントで歌ってくれたりねするね、子供の頃からのヒストリーもあるしね、楽しみだったですね。なのでまだお若いですし、ね、これからですよね。二十歳を前にしたこの解散センターというところで考えたら、僕は初めて見るこれは解散コンサートになります。まあ彼女のその決断力と、あと何よりもともすれば早熟、そして鋭い切れ味、今似たようなの文化継承研修生してますよね。まあ米村キララなんか似たようなの感じますよ。でもそんな中で、浜ちゃんが選んだ人生、未来に対して僕は明るく見守る、偉そうですけどね、そんな一日過ごしたいなと、明るく見守る、扉を開く一日を過ごしたいなと思っております。浜ちゃん、今までお疲れさん。そしてこれからの自分の人生、そこに対してのゆっくりとしたギア、トップギア、どっちも楽しみにしてるんでエンジョイしてください。では今日はこれぐらいにいたしましょう。またね、卒業後というところではお話繰り返していきたいと思っております。こぶしファクトリー浜浦彩乃に関して、僕なりの見解、見方、応援なんていうメッセージにしました。では3月30日、素敵な一日にしましょう。じゃあね。